日本人はもともとロリコンでの男の人がモテる。10歳から12歳ぐらいの女の子にめちゃくちゃモテるんだ。まだ所長来てないので妊娠しないのでガンガンしますっていう。俺たちのロリコンの歴史はそんな浅くねえぞと。大陸の近くにある島国っていうのは変態なんだよ。ロリアニメがロリコンを生むのだとすれば、この前提がね。 そのように生まれてきたロリコンにノータッチを広めるにはどうすればいいと思いますかまあこう、含みがいっぱいある質問ですね。ノータッチとは何かっていうと、ロリコンっていう自分の心の中の癖は、まあしょうがないとしよう。でもそれを実際の本当の女の子に手を出しちゃいけないよ。まあ盗撮しちゃいけないよ。いわゆる現物にはノータッチでいこうよっていうのがこのノータッチの意味だと思います。ロリアニメがロリコンを生むという、一番上にさらりと書いてる人形は何かっていうと、 なんでロリコンっていうううのののががいいいいるるかかとと、ロリアニメっていうのがあるからだといわゆる萌えアニメとか美少女アニメというのがあるからロリコンがあるんだっていうそのようにして生まれてきたロリコンにノータッチを広めるにはどうすればいいと思いますかでもこの上の段からしてちょっと違いますよね。ロリアニメがロリコンを生むんではなくて日本人はもともとロリコンでというかね多分西洋社会が例外的に抑圧してると思うんですよね。 するのはこの間あのクレイジージャーニーっていうですね番組があってこれ皆さん見たことありますかあのダウンタウンの松本さんとあとあの設楽さんとあとあの小池栄子さんがで3人で司会してていろんなねあの各界の変な人を呼んでくるやつですあのしょっちゅうね番組がね特番で潰れるのでまたね今週もなかったんですけども。 よくあの、ゴンザレスさんっていうですね、ちょっとあの、太ったですね、おじさんが出てきて、で、世界のいろいろ怪しいところにですね、カメラ持ってて、もうすぐにスラム行くんですよ。で、毎回出るために世界最大のスラムって言うんですけども、世界最大のスラムで、スラムで一回目ムンバイ行ったから、もうそれ以上のスラムないのに、次、次はなんか北欧のスラムとかですね、今度はアジア最大のスラムとかっていうやつで、どんどんスラムとかばっかり行ってる。そんなやつで、すごい僕好きな番組なんですけど、その中で、 マサイ族と結婚した日本人の女の人っていうのが出てきてですねでマサイ族の男性の第二夫人になったんですね。で第二夫人になってでマサイ族の女の人にはいろんなルールがある。例えば旦那には親友がいると男友達がいると。結婚したらまず旦那は その男友達に、あ、俺結婚したんだよ。お祝いしてくれてありがとう。俺の嫁さん一晩貸すよっていうふうに言うし、嫁さんは嫁さんで、はい、わかりましたって言ってその友達に抱かれてこなきゃいけないっていうですね、ルールがあるんですよね。で、マサイではそれはもうすごく当たり前で、ちょっと世話になったらすぐ嫁さん貸すっていうのが、すごい当たり前なんですけど、で、そのルールどうしようと思って嫁に行ったらですね、そしたらもう村の長老が、あ、君はもともと日本人だからやんなくていいよいいよって言われて、ね、マサイ めちゃくちゃゃくフランクじゃんっていう話があまあでもいまだにマサイではその習慣があると。で同時にですねマサイでは戦士いわゆる少年から青年期になってその次に戦士になってで戦士からリタイアするって人生で4段階あるんですね。だから年齢という概念がない旦那さんの年齢も正確には知らないと。 そうではなくて、10年に1回政治の儀式というのがあって、それは、それで戦士になるかどうか、戦士から、あの、少年か青年になるのかとか、そこの段階での移動があるので、10年に1回しかその儀式がないから、だいたい13、4歳から25、6歳くらいまでですが、一斉に同じ儀式を受けて <laughs>、戦士になったりするそうなんですね。で、ライオンを殺しに行ったりもちゃんとするそうです。あの、3、4人が1組になって行くんだけども、それでも、 あれねラ、ライオン殺しに行くのも、取りに行くのも、マサイ族のね、戦士の儀式としてあるんだけど、ちょっともうごめんね、テレビでやった番組の説明になっちゃうんだけど、これだけちょっと話させて、槍持って殺しに行くんだけどさ、ライオン殺しに行くんだけどさ、もう殺したら超ヒーローなんだって。殺したら超ヒーローなんだけど、ところが、何人で行ってもですね、ライオンを仕留めたと言われるのは、ライオンに槍投げるんだけど、槍が当たった1番目の槍と2番目の槍。この2つだけが手柄になるんだって。 だから、5人で行ってみんなでやり投げでライオンを殺しても3番目以降に当たった人は手ぶらで帰ってくることになるんだって。であのライオンのあれはどこだか耳だったかななんかを切ってあと手首と耳かなんかを切って持って帰るんだと思うんだけどもそれを持って帰って印にするんだけどももう帰ってきたら村中からものすごいすごいって言われるし女の子にはめちゃくちゃモテるしもういいことばっかりなんだけどもライオンを殺せなかった人とかもしくはそういうもともとのその ライオン狩りに行かなかななっっった人っててていいうのは全然モテないって話をしてたでこれでさっきのその第二夫人とかさ嫁さんを人に貸し出すって話になるんだけどもまああと日本人はロリコンかどうかって話とここで言えとつ,つながってくるんですけどもマサイの男の人がモテる戦士階級がモテるっていうのは何かっていうと10歳から12歳ぐらいの女の子にめちゃくちゃモテるんだって。 そういうことをするんですかと、小育栄子さんがすごい聞きにくそうに来たんだ。あ、しますします。あの、まだ所長来てないので、妊娠しないので、ガンガンしますっていう。<laughs> だから、マサイ族の男っていうのは <laughs>、その、10歳から12歳ぐらいのマサイの女の子とガン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 やりまくるんだ。でもそれは、生理が来たら子供ができるから、あの、結婚するまでセックスしてはいけないってことになる。これが、 あの、結婚したら次は夫の、まあなんかお付き合いの範囲でいろいろ貸し出されてセックスするとか当たり前で、あまりにもセックス感が僕らと違う。 で、それも、その女の人はもうマサイと人と結婚してるから、それをすごく当たり前に言って、旦那さんがすごい昔モテた話で、村の娘たちが10歳とか11歳の時にガンガンセックスしてたという話をしていると、そのマサイの男の人たちも、そのやっぱ10歳とか11歳の女の子らとセックスすることがモテることだっていうふうに思っているので、感覚が全然違うわけだよね。で、こういう話をやっぱ実際に僕も知らなかったんだけども、実際にマサイの子と結婚した人の話 で聞いてみると日本人はロリコンかとかあとロリアニメを見たらロリコンになるのかっていう問題と全然違う。いわゆる じゃあ、本当は何歳からセックスしてよくて、で、子供とセックスすることの何が税で何が非なのかっていうのは、本当は民族ごとにめちゃくちゃ違う、文化ごとにめちゃくちゃ違うはずなのに、グローバルスタンダードということで、まあ、それはしょうがないんだけどね、あの、それは例えば各国によって著作権っていうのは違うし、著作権っていう考え方自体が外役だというところもあれば、ベルヌ条約を徹底的に守って、著者に関しては、 延々100年でも200年でも著作権っていうのは保護されるべきだと考えるといろんな国があるんだけどそれを統一して著作権っていうのを認めようよで著者が死んでから作者が死んでから50年とか75年の間財産権として認めようよっていうのは国際的な感覚になっているでそれに対して大体世界統一できている多分このセックスどういうふうにするのかとかさ夫婦関係って何なのかっていうのもおそらくそれはグローバルスタンダードができつつあるしネットがどんどん普及すればそういう多様な文化っていうのはさ 多分消えていくと思うんだけども、このロリアニメがロリコン,ロリコンにノータッチっていう質問を見てやるとついつい考えちゃうのはなんかこのマサイの事例を考えていて基本的には僕らもグローバルスタンダードの世界で生きていくわけだからさロリアニメが多分いつまでも許されないんだろうなっていうのもあるし日本人はロリコンなのかなっていうのもあるんだけども。 でも、そうじゃない世界という、なんかちょっとリアルな話も入れてみるのも面白いんじゃないかなというふうに思いました。アメリカの大手メディアが日本はロリコンの国でその根本には AKB48 があるとの記事を発表したそうですが、これについてどう思いますかって、バカ野郎俺たちのロリコンの歴史はそんな浅くねえぞと。<laughs> 江戸時代の頃に11、12歳の子供を嫁にもらったというこの病的な民族の大体ね、大陸の近くにある島国っていうのは変態なんだよ。大陸っていうのはサディズムとかマゾヒズムとかで大変態を生むんだ。人格異常者を生むんだ。で、半島文化っていうのはそれに対するコンプレックスが出てきちゃう。それに対して、 島国文化っていうのは、大陸文化から適度な距離がある分、趣味的な変態文化っていうのが発展すると。言っちゃえば、古代中国ではですね、あの人間の手足を切り取るような大変態文化が出てきて、韓国まで行くとそこまでの変態性はないんだけども、大変態文化を間近に見ながら、あら、叶なわないな、みたいな文化になってきて、 っていうのと同じように、ヨーロッパでもですね、そのフランスとかですね、ドイツの辺に行くと大変態文化があってだね。で、イギリスになると急に趣味的な変態文化になってきて、切り裂きジャックみたいにですね、あの、カットした臓器をきれいに並べるとかで,ですね、そういう猟奇的変態の方に行くんだよね。で、日本も同じで、変態文化っていうのは中国みたいな大変態に行かずにですね、なんでしょうね、日常生活の中にスッと入ってきて、江戸時代の浮世絵とか見たら10歳とか11歳の女の子の 薄着塗っていてさ、もう本当に肌が透けて見えるような朝の着物あるんだけどさ、そういうシースルーのやつで女の子の裸が見えていて、で、未発達でいいよね、みたいなものをバンバン売ってて、それをガンガン買うというですね、超、なんだろう、ロリコン文化が花咲いたのですね、それをですね、 建国200年とか300年程度のはアメリカみたいな国がうんぬんするという方がおかしいと。お前らはまだロリコンが理解できるぐらい国が成熟してねえんだから、あと100年ぐらいしてからうちのことに口出せっていうのが、まあ、俺のニコ生のみの感想ね。<laughs> そう、アメリカのサイコパスより増したとかそうなんだ。アメリカね、大変態文化だから、そこはかなわないんだよ。 だ日本人の変態というのはね、日常の中にこじんまりと生きているんだけども、アメリカはね、もうね、40人、50人連続殺人するとかさ、死体を食うとかさ、日本人がもう1000年かけても行きつけない大変態のところにポンと生きるんだよな。ただ、今言った、じゃあロリコン文化どうなのかっていうのは、世界標準っていうのをやってる以上、日本人もうち昔からやってるから文句言わないでねとは言えないっていう、このもう一方の計りも覚えておいてね。 俺が言ったのはある種ロリコン文化の肯定でもあるんだけどもう一方にはとは言ってもそれを外の世界で言っても通用するとは限らないよとどちらかと,いうと通用しないもんだからよっぽどうまく立ち回らないとそこら辺成立させられないとだその意味でその宮崎駿よりは俺はなんだろうな村上隆とかの動きの方が実は最終的にはオタクを救ってくれるんじゃないかなとちょっと思っているところがありますロリコンはなぜ悪いの うん。ロリコンは趣味だから趣味として悪かないと思うんだけどな。俺あの知り合いで田村さんっていう人がいて、もう俺よりも年上で、もう多分60近い人なんだけども、趣味がロリコンで、年から年中幼女の写真撮ってるんだよな。でも、絶対に迷惑はかけないんだよな。その幼女には近づかないし、遠く離れた頃から撮ってるんだ。それを気持ち悪いってことはできるんだよな。でも、なんだろうな。 うーん、気持ち悪いからといって、彼のやってることとかを、あんまり全て否定する気にならない。それを俺がその、カムラさん知ってるからだろうな。仕事をしたら案外真面目に答えてくれるとか、案外真面目に答えるんだけども、新しい民間機が羽田とか成田に来るときは、すいません、羽田に何とかが来ますから行けませんって言って、きっぱり断って写真を撮りに行くとか、なんかそこら辺の筋を通すところが、筋を通す人だ。そして同時にロリコンだと。 だから、僕らロリコンっていうのはその人の最大の属性っていうふうに考えちゃうんだけども、人間にとってそのロリコンっていうのはその人の属性のうちの一つにしか過ぎない場合もあるわけじゃない。田村さんはなんかね、そういうのを教えてくれたんだよ。全てに関してきちんとしてて、ロリコンっていう。<laughs> <laughs> そういう人を見たら、ロリコンだからいい悪いというんではなくて、田村さんもロリコンさえなければ、 いいのにね、とか思わないでもないけど、でも田村さんずっと独身だったんだけどさ、ロリコン辞めたからといって結婚するとも思えないし、ロリコン力が悪用して、なんだろうな、あの変な幼女売買とかするようにも見えなかったから、あれはあれで落としどころとしていいと思うんだよな。被害がなければまあいいんじゃねえで済ませればいいけど、それが難しいのかもな。ロリ紳士。あー、なるほど。ロリコン紳士。<laughs> 虐待の自覚しろ。虐待の自覚法。ほう 虐待の自覚か。つまりそれは、ある女の子がいて、遠く離れたところから望遠レンズで撮って、それを家で見てニヤリっていうのは、それを虐待だというふうに考えるわけだな。それを虐待というふうに考えるんだったら、例えば、虐待の自覚しろというようなコメントとかツイッターでこういうふうにやってることも、相手の対象に対して虐待になるような。 つまり、絶対的な幼児という弱者だから、虐待の自覚をしろ。で、相手は政治家だったり、強者だったり、メディア上に出てる人間だったり、岡田敏夫だったり、津田さんだったりするから、ちょっとぐらい呼び捨てでも、ちょっとぐらいネガティブな意見でも書いて構わないっていうのが、虐待でないという。それちょっと俺の中でバランス取れないわな。虐待っていうのはやっぱ本人に対しての痛みっていうのがないと、ないな。だって、BL のお姉さんたちだって、人知れずのところで、 なんだろうないろんな男同士をカップリングして、同人誌出して、ウヒウヒ言ってるわけだろうで、それを虐待かと言ったら、俺虐待じゃないと思う。お !IQ が上がってきてる。わかりました。<laughs> IQ は、えー、っと、<laughs> 下げます。大人と子供の1 0匹の話だ。うん。大人と子供の1 0匹の話だ。そこにこだわるか。いや、それはフェアじゃないと思うな。うん。大人と子供の1 0匹の話、なんでフェアじゃないと俺、まあ、反射的に思ったんだろうな。 絶対に弱いものっていうのを出して、これに対して有害なことをするのが悪いに決まってるだろうと。その決まってるだろう、これに関しては反論許さんっていうのは、やっぱ俺にとっては思考停止フレーズを含んでいて、その思考停止フレーズという正義の部分から立論していて、俺は俺の意見絶対変えねえぞっていう、なんかやり口だよな。意見の持っていき方が、 なんか卑怯で俺、嫌だった。ごめんんな。なんか正直に言うけどそこら辺で引っ掛か,かりましたアニメ見てる人は、ロリコンですかいやそんなことねえよ俺この間までピンポン一生懸命見てたけどさピンポンにロロリコン要素ゼロだよゼロ <laughs> だからアニメ見てる人はみんなロリコンですかではなくてこれはもう昔からねあの立川談志が言ってんだけどさ立川談志はもう日本人は全員ロリコンだと。 江戸時代の浮世絵とか見たら当時の美人画みたいなものがあって美人画っていうよりねもちろん、えー、グラビアアイドルみたいな太夫いわゆる花魁みたいなものを描いたものもあるし芝居の,あの女の人とかを描いたものもあるんだけどさ割とすごく売れてたのが。 そこら辺にいる団子屋の女の子とかさなんかそういうふうなものをすごいタッチで描いたものとか結構あったんでその中でもやっぱりね13歳14歳ぐらいの女の子を描いたものがすごい多かったんだよね。でこういうねなんかね若いもの好きっていうのはね日本人全体のその初画像とか初物好きとかと共通してるある,ある一つのフォーマットになった形なんだよね。 対象にしたポルノっていうふうに言うかもわかんないんだけども、それ言われてもさ、民族性だからしょうがねえじゃんっていうふうに思う。あのー、俺はあの女の人がスーツ着た男好きだっていうのと、と男がなんかあのセーラー服とかロリコンが好きだっていうのは、これはもう民族的ななんだろうな、あのみんな持ってるですね、原罪みたいなもんだと思うんだけども、<laughs> なのでしょうがないと思うんだけどね。だから。 アニメあの見る人はみんなロリコンですかっていうのではなくて日本人はみんなロリコンなんだけどもそれはただ単に思考なんでアメリカ人がささっき言った「アメリカ人バカだからでかくて強いもの見たら尊敬しちゃうんだよ」というのと同じで逆に言えば日本人ってバカだから幼くて知恵足らずの言葉聞いたら純粋だと思ってしまったり普通の大人のドラマとして作ったらいいものをなんか萌え系の美少女が命かけて張ってったら窓紛みたいな,なんか泣けるとかっていう風に言っちゃうのはもう本当に 別の症状でそれぞれ同じようなものが出てるというだけだと思うと別の病名でだと思うのでそんなに気にしなくていいと思いますよあのアメリカ人はアメリカ人のバカ,あバカなところがあるし日本人は日本人のバカなところがあるそれはまあお互いに笑い合いながら反省しなくてもいいと思うんだけどねはい <laughs> なんでこれが2位になるのかね道徳問題第2番ロリと結婚について道徳的にどう思いますか <laughs> 小中生13歳から書いてるんですけども、どうでしょうねアンケートいってみましょうか。<laughs> えー、ロリと結婚は許されますか許されないですかちょっとアンケート取りましょう。おお許される53%。許されない36%点。これは、あの、したいという話ではなくてですね。<laughs> 割れた。ミ意割れた。<laughs> 今何人ぐらい見てるんでしょうね まあ、1万2千人 1> 1万0千人見ててこれか1万2千人って統計的に優位な数字ですよね意味のある数字4千人の統計取れば2択だったらもっと少ないだろうね多分1,500人が2千人ぐらい取ればあとは10万人だろうが100万人だろうがそんなに変わりないんですけれどもいや正義は失われたかもう国民投票状態ですよね許される53%許されない 46%47% ですねさてこれは倫理としては簡単なんですよ 倫理としては、例えば子供を持つ親の立場として、ロリとの結婚なんか許せるわけねえだろうこれケー、OK、です。また倫理として、いや、俺は自分の娘が何歳で,で結婚したいとかあの嫁にもらったと言われても別に構わねえよと。だからそれを他の人にも強要するつもりがないよ。ロリとの結婚オッケーじゃないのロリと言っても13歳とか、まあ、8歳とか話は違うだろうけども、人によってなんだろうな、大人になる瞬間というのは違うと。 20歳になっても自分のことを決めれない馬鹿なんていくらでもいるし、逆に小学校6年生でもすごいしっかりした女の子がいると。どの段階が大人でどの段階が自我かっていうのは違うので、これはこれでですね、ロイドの結婚というのは OK という人もあるでしょう。ところがこれをですね、道徳としてどう考えるのかっていうのは、じゃあ今の日本でどうしましょうかと。16歳ということになってますけども、別にそういうのを外しちゃって、 そんなの法律で決めることはないよ。いくつでも OK にしようよっていうのか、もしくは、いや、ちょっと待てよ。子供っていうのはやっぱ保護すべき存在で、例えば15になるまでは16になるまでは親が干渉すべきだというふうに考えているのか、そこら辺でも違うと思うんですけども。ロリトの結婚について道徳的にどう思うか。道徳的にって考えると、急に僕の考えではなくなっちゃうんですよね。みんながどう考えるべきかで言わなきゃいけないからな多分ね、 安全性っていう意味で言えば、ロリとの結婚はダメにしといた方が多分安全ですよ。ロリとの結婚を OK にしといた方が、やや社会の自由度は上がるんでしょうけども、その自由による被害者の方が多分僕バランス的に微妙に多いと思う。あ、でもこれも合理的な回答だよね。ああ、抜け出せないね。<laughs> 俺たちはこの合理性から。<laughs> しかし、なんでこの <laughs> 道徳問題で <laughs>。 ロリとの結婚っていうのが、そう、合理的なね、ものがついちゃうんだよね。ロリのジレンマ。<laughs> 被害者がいるだけで犯罪だよ。いや、これがさ、被害者いなかったらどうすんのよってことになっちゃうんだよな。私、おじちゃんと結婚する、子供の頃から言ってました。おじちゃんと結婚するから、え、パパ、ママいいのうん、そうだなって言って、おじちゃんが、よし、おいで、みたいな、周囲全員が祝福してありって言っちゃうのが、多分これまでの合理的な考え方なんですよで。俺がさっきから言ってる道徳的な、 周囲が全員 OK でも本人同士が OK でも道徳的にそれダメだよっていうものがラインがあるんじゃないのって言ってるんですよね。13歳の結婚っていうのはなんかね、すごい微妙なんですよ。そう、なんか昔の田舎なありそうだな、その話って。まあ確かにね、あの、江戸時代までは日本人の女の子って13、14で結婚してましたし、あと江戸時代はアヘン55の世界でしたから、 麻薬も OK、ロリも OK というですね、ある種の人に言わせれば天国だし、当時日本に来たらた宣教師に言わせれば、日本は地獄だという人もいたぐらいで、<laughs> 麻薬数はなんかロリありだわってとんでもねえやつらだというふうに言われたぐらいですから、まあ、それを僕らは150年ぐらいかけて、麻薬もダメだしロリもダメだという社会にしてるんですね。でも国際的に見たら僕らの社会っていうのはですね、道徳というのはあくまで周囲の同意を得るもんですから、国際的に見ると日本人というのはですね、ロリの民族性であって、 でおまけに電車の中でグラビアの女の子の水着写真を見てるようなですね、色状況民族であるんですね。<laughs> で、よその国の人から見たら日本人のロリ直せとかですね、日本人は国際性犯罪者みたいに言われるわけですよね。道徳の問題にしちゃうと、グローバルスタンダード道徳の問題にしちゃうと、これ日本人は、 ロリ直さなきゃいけないんですけども、国際的になんと言われようがいいじゃねえかとかですね。そんなこと言うんだったら俺たちもロリ爆弾投下してやるぞとかですね。<laughs> いろんな国でなんかロリの写真集配ってテロしてやろうかいとかですね。<laughs> ついつい思っちゃうんですよ。<laughs> そう、なんかそういうふうに自分の中でも、これほら僕の中でももうすでに自我というシステムがうまく機能してないんですよ。自分個人としては、 そんなの勝手だろうとやっぱどっかで思っちゃうんですね。日本に生まれ育って日本の漫画文化とかアニメ文化っていうのを浴びるように見て育った世代としては別にあの、なんだろうな、あんなアニメ見たからといってそんなやばくないよっていうのを知ってるんですよ。俺たち知ってるぜと。アメリカとかイギリスの性犯罪のんがずっとエグいじゃねえかっていうのを知ってるんだけれども、でも国際的にそういうふうに言われてるんだったらこれが道徳ですよね。国際的にそれが悪とされてるんだと、それに合わせなきゃいけないのかなというふうにも思っちゃう。 あの、SF についての質問とかですね、意見とかですね、これ違うよっていうのもどんどん書いてください。あの、の岡田斗司夫ゼミっていうのは基本的に、ゼミが本編だとしたらですね、そのディスカッションの場というのはコメント欄みたいなもんなんですね。ぜひともコメント欄を見てですね、参加したりですね、自分で質問を書いたり、あと、質問を見た人で答えられる人はですね、ちょっと答えてあげてください。よろしくお願いします。岡田斗司夫の YouTube を見てくれてありがとうございます。ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。ではではよろしく。